いや、皆さん元気されてますか？うさぎです。ということで、今回も話していこうかなというふうに思いますが、飯山さんの件ですね、何度もこう話をするのどうかなというふうに思いますが、もう明確に分かったのは、あ、飯山さんこれなんか、ダメだわって僕は思いましたね。はい、もうこれはもう明確に言わせていただきますけど、無理ですね。うん。いや、嘘とかデマとかっていうふうに言っちゃってますけど、いやでもボランティアスタッフが言うってことは、まあ相当なことやってなかったら言わなくないって僕は思ったんですよ。なんか金をもらったとかなんか、いやまあそんなことは言ってなかったんだけど、ライブの中ではね。言ってなかったんだけど、まあいろんなその可能性があるわけですけど、ただ一つ言いたいのは、そのウグイスの方が少なくとも、まあ地元の明治の方々に対して、話をさせてもらってて、それでね、まああれだけのツイートをするに至ってしまってるっていうのは、少なくとも、飯山さん自身は考えなきゃいけないですよね。で、嘘で一周するっていうのも、これまた違う話じゃないって僕は思ったので、この件に関しては、もう飯山さん個人が、その方とですね、まあきちんとお話し合いをすればいいんですけど、嘘って決めつけてしまったんだったら、まあ、どうなんでしょうね。まあ一般人攻撃してるのと同じですからね。うん、いや僕思いますけどね、他にもいっぱいありますけどね。うん。まあなんか、私は悪くないみたいな路線を引いちゃってるのはよくわからないですね。単純に大人として。ああ、そう思ってたんだ。じゃあそれはちゃんと自分の中で解決しなきゃなとかっていうふうに思うんだったらわかるんですけどね。ただ、一つ言いたいのは、このウグイスの方、まあボランティアスタッフですよね。いわば。昨晩まで私の投稿に早速アンチとかね。まあその、彼女ですよね。の方々から湧いてきたと。ね、支持者が湧いてきた。そうなることをね、覚悟の上で書きました。未だにね、まあ、彼女のことを推しているのはね、勝手だけれども、誹謗中傷で評判を落とす行為に関しては、彼女が許さないと。ウグイスは黙ってろとか言うやつですね。私はウグイスの前にね、一党員で日本保守党を心からね、応援してるだけだということでね。で、なんで日本保守党で、まあ、ウグイスになったかって、で、まあ、多分なんですけど、彼女は、まあ、その、保守党のね、デマキャンペーンみたいな感じでね、言い始めるかもしれませんけれども、今回の件で、少なくとも両者、言い合う、形にはなってしまったんですが、まあ、飯山さんかなり厳しいですよね。だって少なくともこの方、一般人なんだもん。一般人で、少なくとも日本保守党に対してっていうか、まあ、飯山さんの応援を、ね、飯山さんを応援しようと思ってた人をこういう形になっちゃったわけじゃないですか。で、まあね、上原さんの関係の件だったりとか、いろいろあるわけでしょ？ね。梅さんが足を悪くした時に事務所の人たちは皆馬さんを心配していた。有本さんは漢方のいい薬を買ってきたりとか、まあね、王さんはですね、まあ奥の布団で、梅さんの足を冷やしてマッサージしてあげる日々であった。ね、飯山さんに関しては知らぬ顔。まあね。花から怒らせた怖いし候補者だからスタッフを、ね、が我慢すればとみんな耐えてきたと、こんなこともあり、百田代表はですね彼女に忠告したんだよと。ボンちゃんの客聞くときたまたま私たちもいた、事務所も大忙し、犬に構う暇なし。今思えばですね、あまり触れたくなかったんじゃないか、しかし私と M さんは、ボンちゃんのことをね温かく見守っていた。声かけしたね、ボンちゃんも連れてきた旦那さんねって、まだまだあるけれどもみたいな感じで言ってらっしゃいますけど、これもう飯山さん自身がねちゃんと謝罪すべきところは謝罪した方がいいと思いますよ。大概のことしてるやん、自分も。って僕は思いましたよ。いや、ごめん、申し訳ないけどね。それを嘘っていう風に一周してるんだったら、飯山さんも少なくとも根拠のある論拠をですね、出してこないとダメでしょ？ねえ、なんか私はいじめられたんだっていうね、ネガティブキャンペーンしてるのは、まあ、彼女自身がそれを勝手にするのはもう勝手なんですけど、それやればいいんだ、いいと思うけど、ただ、その、自分は日本保守党とは違うんだっていう路線を引いてるんだったら、少なくとも自分がしでかした、ないし嫌な気持ちをさせてしまった人に対しては謝罪すべきじゃないですか。謝罪させるべきだと思う、するべきだと僕は思いますよ。そう、思いませんか？普通の人たちに僕は言いたいんですけど。いや、僕、こう思うんだけどね。名士の方々がもし来られたら、これ証明できるってことになるからね。わかります？皆さん。これ、名士の方々ね、じいさんたちっていうね、ここでボランティアスタッフ、ウグイス嬢の方言われてますけど、この方々が少なくとも、ね、彼女は、つべとは違いますよね、YouTube とは違うね、と、きつそうな人だから少し考えるわ、ということで電話があった。ね。梅さんに対して、仕事しないよ、仕事みたいな感じで言うの。いや、で、そのことに対して少なくとも嫌な気持ちになってるわけじゃないですか。ね。せっかく、ね、その一部の方々に対してみたいな話で、私はそんなことしてないって、まあ、みんなそう言うよ。そりゃみんなそう言うよ。でもこの方はこういう形で書くっていうことは、それだけ思うところがあったってことじゃない。それに対する謝罪はないの？
それを例えばなんだけど、組織に、まあ、従属してる人間だからって言って、組織対個人みたいな形で意見を弾圧してるみたいな雰囲気になってるけど、それも違いますからね。あなたが一番最初にね、手引きを切ったんやから、それは自分が不利益になることに関しても言われるに違いないでしょ。で、私に対して謝罪はないんだとかっていう風に言うんやったら、いや、じゃあ向こうさんからのね、例えばなんだけど、ネガティブキャンペーンからのね、謝罪とかっていうのはないと思いますよ。自分も謝罪しないっていう風に言うんだったら。え、そう思いませんか？当たり前の話でしょ、こんなの。で、目的もわからへんし、やってることも よくわかんないし、まあ、島田先生がね、こういう形で書いてるわけじゃないですか。あのね、僕ずっと言ってたでしょ、 YouTube の中でもね、実るほど神戸を垂れる稲穂かなって。頭下げなきゃダメなんですよ。それはどんなことにも言えると僕は思いますよ。学者でもそうだしね、研究者が頭下げなくていいんかって言ったらそうじゃないでしょ。少なくとも今回の件に関しては謝罪した方がいいんじゃないのって僕は思いますけどね。いや、今後自分の活動に影響があると思いますよ、これずっと続けるんだったらって思っちゃいました、僕は。単純にね、いや、どういうつもりがあるんかどうか知りませんけど、だから少なくとも僕が一言彼女に対して言えることっていうのは、その私は彼らとは違うんだっていうスタンスを出すんだったらね、それもこれ保守党関係してるけれどもね、その有本さんとか百田さんの件じゃない第三者が言ってんのよ、わかる？関係者であることは間違いないけど、ボランティアスタッフが言ってんだぜ。まあ、ウグイスだから、まあ、ウグイスって費用もらえるんだっけ？まあ、選挙期間中の関係だからね、どうなるかわかりませんけど。え、大丈夫？って僕は思ったんですよ。単純に。みんなさ、いや、ちゃんと見んといけんところって見ないといけないんじゃないの？ダメなところはダメって言わなきゃいけないんじゃないかなって僕は思うんですけど、いや、なんかすげえ不思議なんですよね。なんか自分が全然問題ないんだみたいな路線を引いちゃってることは、うん、わかんないですね。何がしたいんでしょうね。どういう意図があって、どういう風にしていきたいのかよくわからないんですけど、ただ一つ言えることは、その、なんていうのかな、やってることは事実なのかどうかわからないけど、少なくともこの人は傷ついてるわけでしょ。で、飯山さんも傷ついてるから言ってるんでしょ、まだ。ね、私は我慢してきたんだって、この人たちだって我慢してるじゃないですか、そんなこと言ったら。え、そのことについての言及はないの？え、それどうなんですか、大人として。いや、僕たちだって、見てるもの、聞いてるものでしかないよ。ね？今テキストで出てきてるものだったりとか、飯山さんが発言されてる。だから僕追ってるじゃないですか、彼女は彼女の言い分があってって。だけど、最初に手引き切ってて、え、それどうなんかなって思うところなんていくらでもあったよ。でも飯山さんも飯山さんで話した方がいいんじゃないですかっていう風に言ったら、いや私は関係ないんだみたいなね、ライブずっとやってるわけじゃないですか。どうなんですか、大人としてって僕は思います。いや、まあなんか、いや、保守党のことをアンチテーゼ出してる人たちってなんかね、よくわかんないんですよ、僕の中では。何がしたいのってずっと思っちゃってる人なので。いや、それは勝手にしてくれるんだったら勝手にすればいいと思いますよ。その、例えばなんですけど、ただその言ったらモロ刃の剣になることぐらいわかるよね。でもう言えなくなっちゃってますよ、多分。これずっと飯山さんこれ続けてるんだったら、ボランティアスタッフが少なくとも中国の補選の時だったりとかね、対応してくれたね、一部の人たちから何かしらのことを言われてもおかしくないと思いますよ。うん、言われてもおかしくないと思いますよ。え、あのね、参政党の藤村さんおられるじゃないですか、ミコネコチャンネルの藤村さんって、あれ一方的にやられてて党を辞めて参政党批判に回ってるから、あれ論理が成り立つんですよ。私がお金を出して支部立ててくれるっていう話やったからっていう話やったじゃないですか。だからあの人は一方的な合理、まあ、なんかね、一定の合理性はあるんですよ。言ってもいいと僕は思うし、参政党批判にしてもいいと僕は思いますよ。で、ただ飯山さんの件に関しては、ここでもう少なくとも傷ついてる人たちがいるんだから、そのことについてじゃあ言うのって大人としてどうなんて僕は思います。無粋じゃない。で、挙句の果てにライブもするんでしょ。で、ウグイス嬢も嘘ついてるっていう風に言ってるんでしょ。どうなの。
どうですか、普通に周りの人たちに聞きたいんですけど、僕よりも少なくとも年齢が高い人たちが多分この動画を見てくださってると思いますが、ね、僕27歳なんで、あの皆さんにちょっと確認したいんですけど、どう思います？これいいの？これいいんですかね？私は大丈夫ですみたいな、私は真実で向こう側が嘘なんです、でも証明しないとそれ名誉毀損になるからね。少なくともこの方ってボランティアでしょ？お金もらってない状態で頑張ってた人じゃん。かわいそうじゃない？普通に。こっちの方がかわいそうだと僕は思うけどね。で、挙句の果てに一般人でウグイスの人たちも嘘だよみたいな感じで言われてるんですけど、いやいやいや、どっちもどっちやんって。だから話し合えって俺最初の段階で言ってたんじゃないのって僕は言ってるんですけど、ずっと。ずっと僕は言ってるんですけど、ねえ。飯山さん個人は何も動いてないわけですよね。なんか連絡とか取ってんの？取ってる？いや、取りゃいいじゃん。ライブしながら電話すりゃいいじゃん。有本さんも百田さんも知ってるんだから。そうでしょ？電話番号わかるんでしょ？電話すりゃいいじゃん。いや、選挙期間中で、だから私はちょっと気を使ってって。いや、気を使ってるんだったらライブしちゃダメでしょってなるしね。え、何をやってんの？ほんまにわかる？わけわからんことやってるよ。なんか今自分がやってることっていうのがこれからどうしたいのかとか、例えばなんだけどこれにどういった意味があるのかとかっていうのが全然全くないわけですよね。で、そういったなんていうかな、小さなものっていうのを助けるとかやっていかなきゃいけない段階じゃないんですかね。人を傷つけちゃいけませんなんて当たり前の話ですよね。で、自分も傷ついたかもしれないけど、だってそれはそれでちゃんと話し合うべきじゃないかなと僕は思いますけどね、大人として。いや、僕めっちゃ厳しいと思いますよ、人に対してね。でも、僕もそれ思ってますから。うん。で、このことによって、例えばなんだけど、多くの人たちが迷惑かかるだろうなって分かってて、で、自分も批判されるだろうなっていうのが分かってて、覚悟を持って批判するんだったら僕はそれやってもいいと思うんですよ。けど、なんか誰一人として今回の件って幸せになってないでしょ。いや、なんかそれってどうなんでしょうね、大人としてって話なんですけど。いや、僕もなんかもうどうでもいいやって思ってた時もありますよ。それは時々ありますよ。その精神的に鬱屈になっちゃって、もう苦しくて苦しくてしょうがないからもういいやってなった時もありますよ。うん。それはなんか突発的な行動になって、その、まあ、病院の先生からもね、そういう行動にならないように、なんか不安だったりとか、無気力みたいな形になったら、薬飲みましょうねっていう風に、処方されてる薬もありますよ。でもそれ飲みながらでも、社会生活歩んでるし、僕は、真っ当な人ではないって自分の中で思ってるからこそ、研鑽を積まなければならないと思ってるからこそ、飯山さんに対して言ってるんですよ。え、それ、どうなんですかねって。悟してるというか、話してるというか、提言というか、愚心ですよね。うん。誰一人として幸せになってないじゃないですか、その選択。いや、自分だけ我慢すれば、みたいなことを言う人たちもいますけど、いや、我慢ならないんだったら我慢しなくていいと僕は思うんですよ。ただ、目的もないし、何考えてるかも分かってないわけですよ。意図がないわけじゃない。で、日本保守党を、まあ少なくともブランドイメージっていうのを下げるような話ばっかりしてるわけでしょ。マルチ商法だとかって。マルチって分かってる？マルチってどういう意味か分かります？いや、今日のライブのテーマ見た？みんな。マルチまがいの騙しテクに、騙しテクって書いてあるんですよ。マルチまがいの騙しテクって何すか？僕思う。いや、もう飯山さんちょっといい加減にしたらいいんじゃないですかね、もう。やってることよくわかんないんだけど、僕。で、マルチまがいの騙しテクって何？マルチはマルチでしょ？でも日本保守党って別に商品売ってないじゃん。いや。チラシだけじゃん。でも内容は、なんか騙してるってだけの内容だったんですけど。いや、なんか、
驚きの実態とか書いてあるけど、ウグイス嬢まで嘘って言ってますけど、いや僕はこの件に関しては嘘とかどうでもよくて、で飯山さんも少なくとも事実誤認してるところもあると僕は思ってますよ。ちなみにライブの内容に関しては、だから話し合いって僕ずっと言ってるんですよ。でその花から向こう側が言ってることは全部嘘なんだっていう風に言うのってどうなんですかね。いやもう僕これ言った時点でもう、ああこれ飯山さんどうなんだろうなっていう風に思いましたよ。誠心誠意だって答えるつもりないじゃん、正々堂々としてないじゃん、うん、僕は少なくともそういった正々堂々してない人たちの意見を聞くつもりは全くないですね。筋ちゃんと通しましょうや。伊藤さんは変えたよ、ちなみに言うけど、女性女系に関しては容認してたけど、あ、なるほど私が間違ってたんだっていうことで変えて武田先生から賞賛を得てるよね。自分が手引き切ったのに、その手引き切った相手がね、いやでも私たちこういう被害があったんです、彼女からこういうことされたんですっていう風に言われたことに対して、いやお前嘘だろっていうのは違くねって、あそれはごめんねっていうのが正解じゃね。どうですかね、僕が綺麗すぎるんですかね、僕が純粋すぎるんですかね、僕が子供みたいな形で言ってるんですかね。でもはっきり言いますけど、あのこんな当たり前の論理がわからない人たちが大人になるのなってるっていうことの事実の方が僕は怖いですけどね。いや世の中それだけじゃないんだって、いや違う違う、それだけないの、それをきちんとやりゃいいの、プライドなんか捨てて謝るところは謝りゃいいのね。いや僕思うんですけど、下げられる頭があるんだったら下げた方がいいに決まってんじゃん。そう思わない？何でもかんでもペコペコしろって話じゃないよ今の話はね。下げれる頭、下げれる度量を持ちなさいやって話をしてるんですよ。それがなかったらどうなんですかね。何でもかんでも戦って済ませるんだったらそれはいいかもしれない、戦って勝つんだったらそれはええかもしれんけどさ、日本の伝統文化を守っていきたい保守の連合なんでしょ。保守のさ一番根幹にあるのってさ、日本の思想文化体系を守るってことでしょ。恥の文化じゃん、礼節の文化でしょ日本って。そんな当たり前のことだと僕は思うんですけどね、はい、まあいろいろとあるんでしょうね。はい、ということで以上です。面白いと思いましたら、もうチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。以上です。